はい、What's up? 哲也です。今日は高市早苗苦渋の決断、セキュリティクリアランス、国民プラス保守党で正せというテーマでお話ししてみたいと思います。高市早苗経済安全保障担当大臣が法案成立を目指して、進めてきたね、セキュリティクリアランスなんですけどね、いよいよね、国会審議に入る運びとなりましたね。これまでこの法案の作成に尽力いただいた高市大臣には改めてね、お疲れ様でした。そしてありがとうございますと、感謝を申し上げたいと思うんですけども、ご承知の通りね、この法案は、高市大臣が肝入りで作成しね、その成立はいわばね、高市さんの悲願でもありましたし、そしてなりよりもね、この法律は日本の経済安全保障や科学技術や経済の発展を考えればね、もう必須中の必須の事柄ですからね、ぜひとも今国会で成立することを願っています。このままいけばね、つまり岸田首相がですね、補選3連敗を嫌ってですね、破れかぶれ解散というね、大勝負というか大博打に出なければ今国会で普通に成立すると見込まれているんですよね。ただし高市さんが今回提出したセキュリティクリアランス法がパーフェクトなものなのかといえばですね、必ずしもそうは言えないんですね。それは3つの抜け穴があるからなんです。これ以前もね、動画でお話ししたので、詳しく知りたい方はもう一度その動画を見ていただければと思うんですけども、リンクを貼っておきますので、概要欄に貼っておきますので、よかったらまた見てください。ではその3つの抜け穴とは何かということなんですけど、それはね、次の3つなんですね。1、政務官以上は適格性評価を不要としている。2、調査項目から成功度ハニトラ等を除外している。3、調査対象に議員やその秘書が含まれていないということですね。いかがでしょうか。僕はこれらの点は今国会でしっかり議論して、こうした穴を極力塞ぎ、真にね、実効性のある法案にして成立させなければならないと思っています。というのもね、法案が一旦成立してしまったら、その改正はですね、なかなか容易ではないからですよ。例えば日本国憲法が構成憲法ということもありますけどね、公布後80年近く経とうとしている今でもですね、全く一文字も改正できていませんからね。構成憲法というのは改正のハードルの高い憲法のことなんですよ。憲法に限らずね、日本では普通の法律でも改正はそれほど容易なものではありません。法律どころかね、官僚による通知一本でさえね、簡単には変更されないんですよ。それはね、外国人への生活保護を認める厚生省の局長通知が約70年経った今でもそのまま生きているということを考えてもわかるでしょう。ですからね、できることなら法律は最初から抜け穴のない、できるだけ完璧な形でね、成立させるべきだと思うんですよ。ここからはね、防ぐべき3つの抜け穴について確認しておきたいと思います。抜け穴1、政務官以上は適格性評価を不要としている。これはですね、2月28日に平井浩二さんが指摘してくれたことなんですけど、セキュリティクリアランス制度開設での反響が大きいので、元資料、内閣官房の当該部分を貼っておきますということでね、これは X にこういう形で問題がありますよということで示していただいたんですね。平井さんの指摘を受けてね、僕はこういうふうにリポストしました。SC、 セキュリティクリアランスに関して以下のものは適正評価が免除される。行政機関の長、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官、総理大臣補佐官、職務の特性その他の事情を勘案して政令で定めるものということですね。そして、政策中枢にスパイがいたら全て筒抜け、こんな例外規定を設けるのはやめるべきではというふうに書きました。ちなみにね、中国人美人秘書って有名なね、この人は中国の秘密警察と関与が疑われるということでもありますしね、また詐欺容疑でね、もうすでに書類送検されている人ですけどね、その中国人美人秘書で有名なね、松下新平議員はですね、総務副大臣になったことがあるということですね。それから北京航空航天大学名誉教授の称号を持っている、山田太郎さん、この議員もですね、デジタル大臣政務官の経歴がありますよね。今回の法律では副大臣や政務官になっている間は誰でも適正評価は免除されることになるわけですね。これはどう考えても危険ではないでしょうかね。
それと、まあ、以前も何度かお話ししましたけどね、あの二重国籍の疑いのある立憲民主党の蓮舫さんは2011年から2012年までね、内閣府特命担当大臣をやっていたんですよね。もし今後この新法の下でね、蓮舫さんがそのような立場、つまりあの政務官以上の役職にね、就いたとしたらどうなるんでしょうかね。この法律ではやはり適正評価は免除になり、二重国籍かどうかも確認されないままってことになりますよね。それでいいのでしょうかという話ですよ。それから抜け穴に、これはですね、調査項目から性行動ハニトラ等を除外しているという問題なんですね。平井浩二さんが2月28日にこのようにポストしています。朝8朝9で開設したセキュリティクリアランス SC 制度のもう一つの穴、適正評価の7項目に米国の SC 審査では行われる性行動調査が入っていない、ハニトラされたかどうかを調べずにセキュリティクリアランス資格を与えることになる。これだけハニトラが深刻で性行動を含めたらほとんど審査に落ちるのか深刻というふうに書いてますね。まさに僕もその通りだと思っています。高市大臣は米国の SC 審査の評価項目に当然のごとく性行動ハニトラ等が入っているのに、なぜわざわざ外したんでしょうか。これ意図的に外したとしか思えないですよね。性行動括弧ハニトラを含むというのは機密情報の漏洩問題とは切っても切れない事柄というか、機密情報はハニトラ工作員、例えば中国人美人賞とかね、そういう人から流出するケースが最も多いというのは、まあ、常識的な話ですよね。なぜこれをあえて外したのか全く理解不能なんですよ。とにかくこれを外すことがこの法律を、ね、骨抜きにするということは容易に想像できますよね。ちなみに日本保守党の百田直樹代表や有本香里事務総長は平井浩二さんからこの指摘を受けてね、この抜け穴問題についてはね、まあ、党としても厳しく追及したいというふうに考えておられるようですよ。だからこそね、朝8でも何度も取り上げたわけですね。しかしなんせね、日本保守党は現時点では国会に1議席もないのでね、国会質疑はおろかね、質問主意書を提出することすら、まあ、できない状態なんですね。おそらくお二人は我々支持者以上にね、大変悔しいというか歯がゆい思いをされてるんじゃないでしょうかね。その意味でもこの4月の衆院補選ではね、何としても飯山あかりさんを当選させてね、保守党の国会議員になっていただかなければならないですね。このままでは日本は暗く沈んでいくばかりですからね。だからこそですね、まさに飯山さんを通して日本に明かりを灯せということなんですよね。ただし平井さんの指摘を踏まえてのことかどうか分かりませんけども、こうした問題を国会で積極的に取り上げようとしている国会議員がいます。それは誰でしょう。まあ、これは間ね、お話したように国民民主党の玉木雄一郎代表なんですね。大変ありがたいことだと思います。今後いろんな意味で日本保守党と国民民主党は協力関係を築くことができるのかもしれませんね。玉木さんには非常に期待をしております。玉木さんはね、最近このようにポストしてるんですね。2月29日です。セキュリティクリアランス法案が閣議決定されました。国民民主党も求めてきた法案なので基本的に賛成ですが、適正評価の調査項目の中に異性（同性交友関係）が入っていません。要はハニートラップの有無が調査項目になっておらず、あくまで考慮項目にとどまっています。修正が必要だと考えます、というふうに書いてますね。また玉木代表はなんと、僕が先ほど指摘した今回のセキュリティクリアランス法における3つの抜け穴のうちですね、ここに書いてるこれですよね、の3つ目、すなわち調査対象に議員やその秘書が含まれていないことについても触れておられますよ。その点についてはね、以前もお話ししましたが、玉木代表の動画のね、要点を彦さんという方がまとめておられますので、非常に簡潔にね、まとめてくださっているので、改めて紹介したいと思います。ですね、国民民主党玉木代表、自民党参院議員の元秘書（中国籍）の女性が、書類送検された。その女性は中国の秘密警察拠点の疑いのあるところの役員、その人が議員会館に出入りし放題だったので情報がすでに漏れた可能性がある。セキュリティクリアランス法案を国会議員や秘書にも求める必要がある
というふうに書いておられます。実はこの中国人女性を秘書にしてから、中国人によるパーティー券の購入がですね、この松下さんのですよ、パーティー券の購入がですね、大幅に増えて、獲得資金がですね、それまでの 2.5 倍、まあ、例えば今までね1000万だとしたら2500万に膨れ上がったという指摘もあるんですね。このように見てくるとですね、国会議員の適性を審査する際には議員秘書についてもしっかりと身辺調査をしておく必要があるということが分かりますよね。さて、これまで述べてきたセキュリティクリアランス法の3つの抜け穴に関して、法案提出者である高市大臣はどのように考えているんでしょうかね。実はこの問題について高市大臣は最近記者会見を開き、記者らと質疑応答したんですよ。非常に興味深いでしょ。その点についてはですね、次の動画で詳しく紹介したいと思いますので、ぜひご視聴くださいね。